はい、久しぶりの焼肉キング食べ放題に来させてもらいました。前回は、大食いチャンネルではなくて格闘技チャンネルの方で4ヶ月ぐらい前に食べたんですよ。でその時は、1980円コースというのを頼みまして限界まで食べたわけですね。でその時よりも自分が今どれだけ成長しているのかという感じでね、はい、やっていきたいなというふうに思います。ちなみに前回食べたカロリーは6150キロカロリー、そしてお得だった金額は1万1000円と、1万3000円分食って1980円コースだったから1万1000円お得だったということですね。はい、というわけでとりあえず行ってきます。とりあえずここの1、2、3、4、5個頼みました。これはとりあえず置いといて、全部2人前、10人前をとりあえず頼みました。でこちらが中間のコース、キングコース、これは後で頼みます。100g って感じか。1皿 100g ですね。焼き方むずいんすけど。やば。しゃぶ超うまそう、やば。いただきます。おいしい、バンズたっぷり。でもしゃぶしゃぶはしゃぶしゃぶだけですね。しゃぶしゃぶがもうあっさりだから。さっぱり、おいしい。レモンで。おいしい。やっぱタンは柔らかいのは柔らかいけど歯ごたえがありますね。おいしい。おいしい。やば、これ
ランチもいいね。やば、いい匂い。これそのままいけんのか、味ついてんのかな、これ。あ、味ついてる。あ、つけなくてよかった。すげえいい匂い、やば。あ、めちゃめちゃうまい。めっちゃうまい。まずこっちです。うまこれ。味付けうまいね。第2弾は壺漬けドラゴンハラミ、キングカルビ、すき焼きカルビ、生卵ありを2つずつ、6個までしかダメですね。こちらがわさびですね。わさびをちょっとかけちゃえばいいよね。わさびの、うわ、すっげえ匂ってる。うまい。うまっ。サンチの間から出る肉のうまみとタレのうまみがなんかすごい美味しい。新鮮なところからなんか美味しさが垂れ流して来られる感じが。うん、うまい。すごい混んでますね、焼肉キング。すいません、さっきこれ4つ頼んだんだけど1個だけ頼んでなかったやつ、特上をタレとわさび1個ずつ、特上リブロースステーキ。すき焼きカルビ 445g。 すごいこれ、ごっつ。これ時間かかりそう。490、380からがね。めっちゃうまいんですけどこれ。
卵めっちゃ合う。これで1個か。辛い匂い。すんげえ。でっか。踊って美味しかったやつ食べよう。焼きしゃぶカロリー。ポン酢。あり。1個で足りたね。2個もいらなかった。あでも、じゃあこうか。ありがとうございます。そう。どでかろう。はい、ありがとうございます。お願いします。これも美味しかったな。はーい。3つ。2つずつだから、6人前か。これって、あ、やべ。切るのか。すごい油の盛り方がやることが多いからてんやわんやだ。前もそうだったんだよねこれ。すごい全部味がついてるね多分ね。とろける。うん、柔らかすぎて生焼けだと思ったら生焼けじゃないわ。すごい柔らかいんだこれ。なんだっけこれ。脂がめちゃくちゃ乗ってる。はい、はい、どうもステーキ丼になった。ん？油っていうよりも油もあるけど肉汁だ。すごい旨味がすごい。これも切るのか。ドラゴンカルビかな。370g120g あるんだこれは。おう、ありがとうございます。ドラゴンカルビかな。うわ、もうこの持った時点でブルンブルン柔らかい。すんげー柔らかい。強一で柔らかい。うん、しかも赤身が柔らかい感じ。うめえこれ。あ、強一かもしんないこれ。ブルンブルン。合う。これも多分切るよねこれね。
ありがとうございます。サンチ来た。わさび、ロースもうまっ。特上オリブロース、ここでしゃぶしゃぶやってるみたいな。ロース、なんか今こっち側のわさびのやつはちょっと硬いな。ちょっと置いちゃったからか。ああレモン、ダブルダブル、しゃぶしゃぶです。一番最初に戻ってきた感じですね。さっぱりだ、さっぱりだけど一番最初の時よりもさっぱりはしてない。しゃぶしゃぶのレモンバージョン、しゃぶしゃぶはレモンよりしゃぶしゃぶですね。今お腹の具合としては8割ぐらいですかね、9割ぐらい。もっといけるんですけど、どうしようかな、限界食いじゃなくてほのぼの食いの感じで、どれぐらい今結構入ってる。でもな、前回よりはカロリーっていうか超えてるような気がする。わかんないけど、あとデザートも食べたい。口直しに。やば。うん、うまっ。焼きたてが一番うまいわ。うん。ああ、米はいいな。
柔らかい。やっぱ思ったけど、焼肉も焼き方重要だわ。硬くなっちゃったり冷たくなっちゃったりしたらちょっと美味しくなくなるじゃないですか。そうすると食べるモチベーションが固まるんですけど、美味しく焼けてるとこれがまさにだとめっちゃテンション上がるの。あ、美味しいって。美味しさ、焼き加減重要。柔らかいと、アイス頼みました。アイス、美味しい焼き方しないとダメですね。急いで焼いて焦がしたりとか、まあ、あと焼いた後に置いておく時間が長かったりすると満足度が減っちゃうから、ね、焼きたて、いい感じの焼き加減で焼きたてを食べる、ご飯と合わせて、産地と合わせて、それが一番って思った、うん、まあ限界食いとかね、そういう早食いとか大食いだったら別ですけどね、はい、来ました。ちっちゃいんだねこれね。美味しい、一口でや、シューバニライス、こちらは富士屋と焼肉キングがコラボしている商品、キングスワッピーカントリーマーム。あ、これがカントリーマームなんだ。なんか味変っていうか、デザートほんと別腹だ。全然うまっ。うまっ。黒蜜かわいいね。うまっ。はい、ありがとうございます。最後滑り込みアウトだったんですけど、頼んだら2個追加してくれます。うまい。カントリーマームめっちゃ美味しかった。うん、最後さっぱり。そしてカントリーマームがね、これね、めちゃくちゃこれと合うわ。やっぱ肉だけっていうのは、肉とご飯とデザート全部含めてめちゃくちゃ満足っていう感じになったわ。これで今ね、キューブぐらい。ごちそうさまでした。